エニタイムフィットネスは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ウッドベリーに本社を置き、24時間営業のフィットネスクラブチェーンを世界で展開する企業。2002年、アメリカ合衆国のミネアポリスに1号店を開店。その後全世界に展開し、10年後には、世界2000店舗を達成。2019年現在、世界7大陸に4000店舗以上を出店している。 エニタイムフィットネスの最大の特徴は24時間年中、無休の影響であり、会員はいつでも都合の良い時間にトレーニングを行うことができることである。日本においては近年人手不足によって、コンビニエンスストアが営業時間を短縮するなどといった問題が発生しているが、エニタイムフィットネスはコストを省きながら24時間年中、無休を継続する方針である。 エニタイムフィットネスはマシン特化系を歌っており、プールやスタジオ、スパなどの設備はない。これは体のコンディションを最も効果的に管理調整するには、マシンジムでのトレーニングが最も安全で効果的という考えからである。マシンの台数や種類などは店舗により異なる。個室の更衣室やシャワーは設備されている。シャワーやトイレはアメリカでは男女共用であるが、 日本では男女別に設計されている。土足のままでトレーニングが可能な店舗が多い。料金システムは月回避制となっており、回避は店舗により異なる。すべての店舗はオートロック方式で会員に専用のセキュリティキーが発行され、キーを入り口で通し入場する。そのため、会員以外が店舗に出入りすることはできない。 キーがあれば世界各国のエニタイムフィットネスを利用することができる。店舗のトレーナーやスタッフは24時間常駐せず、日中の時間帯でシフト制が組まれ、夜間や早朝は基本的に無人である。これにより人件費を抑え、戦術のマシン特化型のシステムしっかり回避を抑えることに成功している。店舗内には20台以上の防犯カメラが設置されており、 資格を作らないために、ロッカーには、扉と、鍵は付けられていない。また、鍵を付けないのは、スタッフ不在中に、鍵の紛失などのトラブルを防止することも含まれている。緊急呼び出しボタンを設置しており、トラブル時には、警備会社の社員が現場へ急行する。日本では株式会社ファーストフィットネスジャパンが、エニータイムフィットネスとフランチャイズ契約を締結し、 2010年10月に日本第1号店を東京都調布市に開店した。日本に展開したのは全世界で2000店舗目前の時期であった。日本への展開は野村不動産系のフィットネス事業会社を退職した元役員や中堅幹部が関わっており、彼らが集まりファーストフィットネスジャパンを設立し、その後エニタイムフィットネスのマスターフランチャイジーを務めることとなる。 2020年現在、男女共用のフィットネスジムとしては、国内店舗数第1位である。2020年12月16日に、東京証券取引所、マザーズ市場へ上場した。エニタイムフィットネスのジムのコンセプトは、当時の日本のフィットネス業界の常識では、考えられないもので、アメリカなどでは成功しても、日本での成功は、難しいとの予想が多かった。 そのような状況の中で開業した日本第1号店はチラシと店舗発信のみの地道な活動のみで開業1年目にして目標を大きく上回る800名町の会員を集めることに成功した。2019年現在も日本国内の会員の約8割から9割が20歳代から40歳代とされているが大手総合型フィットネスクラブが これまで定着させることができなかった層を獲得できたのが大きな要因としている。店舗はファーストフィットネスジャパンの直営店もあるが、ファーストフィットネスジャパンとのフランチャイズ契約によって運営している店舗が多い。開業後、人口の多い首都圏を中心に店舗を次々と展開。その後、地方都市などにも店舗を展開していった。 首都圏は駅の周辺が主な立地場所であるが、地方ではショッピングセンターやロードサイドの飲食店の2階など、生活圏で人が集まる場所に展開している。2020年4月、高知県に初出店したことにより、全47都道府県に進出した。地方都市でも会員の集客で成果を出しており、2020年9月に、 開業した山形県酒田市の店舗の開業時の会員は1047人で、この時の世界中のエニタイムフィットネス店舗の中で、開業時の会員数としては2番目を記録した。2019年現在のデータで、日本のフィットネス参加率は3.6%とされ、アメリカの17.4%やスペインの14.6%などの諸国と比較すると低い水準であるとされている。 エニタイムフィットネス社は日本での参加率を10%へ引き上げることを目標としている。日本のエニタイムフィットネスの多くの店舗のディスプレイにてデジタルサイネージ AF ヘルシア TV を放映している。本部事務局からの映像配信や写真、インスタグラムの投稿内容などを公開している。2018年10月、国連の持続可能な開発目標を指針とし、 社会とのつながりを増やすオープンフィットネス宣言を発表。これまでに断水によって入浴ができない住民のためへの店舗のシャワールーム無料開放や離島への中古トレーニングマシンの寄贈などを行っている。エニタイムフィットネスは24時間営業で好きな時に利用ができる年中無休のフィットネスジムであるが2020年4月から5月に かけて、新型コロナウイルスの感染拡大により自治体からの休業要請を受け、ほとんどの都道府県で店舗の営業を見合わせた。感染拡大後は、ファーストフィットネスジャパン本部が新型コロナウイルスの感染防止策のガイドラインを作成。各店舗は、空調設備による空気の入れ替え、マシンとマシンの間に透明のパーテーションを設けるなどの対策を行った上で、 会員にも入館時の検温や手指の消毒、施設内でのマスク着用などが義務付けられている。新型コロナウイルス感染拡大前から各自がマシン使用後に備え付けのアルコールのシートで消毒するといったルールがある。新型コロナウイルス感染拡大の影響が直面した2021年3月期決算では、 総合型のスポーツクラブに比べ売上高の落ち込みは小さく営業利益は新型コロナウイルスの流行前を上回っている。ファーストフィットネスジャパンに関するカテゴリー。ありがとうございます。